本日はですね、8月の19日にいわき市で開催されます、ウォークトゥーザドリームチャリティーマッチ、本年度はですね、FC 今治さんと、いわき FC が対戦することになりました。本日はですね、スペシャル、ゲストということで岡田武史さん、私にとっては大先輩でございますが岡田さんに、インタビューをするということになりました。岡田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずお礼です。チャリティーマッチ、いえいえ、ありがとうございます。招待してもらって、まあ、うちもね、はい、なかなかいろんなとこ行って試合する資金がないんで、そういう意味では本当にありがたかって、はい、みんなちょっと楽しみにしてます。あ、そうですね。岡田さんはとにかく僕の大学の大先輩で、あんまりこうやって親しくですね実は話したことがあんまりあるようでないので、若干僕はいつも緊張するんですけれども、よく本当今日来ていただいて嬉しいんですが、ちょっといろいろと今治でやられてることと、うん、まあ、いわきで僕らがやられてることって意外と業界の中ではなんとなくこう対比する人がいたりして、うん、いわゆる新しくゼロからチームを作るみたいなところの視点で割とこう比較する方が多いんですけれども、そうだね、もともとちょっといろんなところでお話しされてると思いますけど、うん、今治でそうやってサッカーチームを立ち上げると、うん、まあ、なったいきさつといいますか、思いみたいな。それはね、もう4年前の前回のワールドカップに遡るんだけど、はいはい、ブラジルワールドカップで日本が負けた後、うん、こう日本がどういうサッカーをやるべきだっていうのをいろいろ議論してる中で、うん、はい、あるスペイン人の有名なコーチに出会って、はいはい、で彼がスペインにはプレーモデルというサッカーの型のようなものがあるんだけど、うん、はい、日本にはないのかと、うん、で我々ね、サッカーって型にはめちゃいけないと、うんうん、だから選手に判断させるためにコーチングで教えるとかいろいろやってきたのに、はいはい、あれだけ自由奔放にしてるスペインに型ってなんだと、うんうんうん、でこう激論して話してたら、型にはめる型じゃなくて共通認識のような原則、うんうん、これがあって、はい、それを16歳までに落とし込んであと自由にするって言ったわけね。日本ってどちらかというと子どもの時は楽しましとけ遊ばしとけって、うんうん、で高校生ぐらいからチーム戦術を教え出す、うんうん、全く逆なわけよ、うん、僕はそれに違和感を持ってたわけ、ずっと、うんうん、子どもの時なんでこんな自由だけでいいのかなと、はい、でそれを聞いた瞬間に、そうか、自由なとこから驚くような発想、自由な発想出ないんじゃないか、はい、何か縛りがあるからそれを破って驚くような発想が出るんじゃないかと、うんうんうん、じゃあ日本人が世界で勝つためのこの型みたいなプレーモデルを作って、それを16歳までに落とし込んであと自由にするクラブを作りたいと思ったわけ。なるほど。で日本に帰ってそうやって言ってたら J リーグのチームが3チーム全権任せて言ってくれたんだけど、今あるものを潰さなきゃいけないわけよ。このエネルギーというのは大変だ。そしたら10年かかっても1からできるところないかってふと思いついたのが今治で、僕の大学の、そう、大学の先輩がおられて会社やってて、で会社を上場させたいんで手伝ってくれって言って、僕は教育担当顧問でずっと通ってたわけよ、十何年で。今治の会社なんですか？そうそう、今治にある、今治で唯一上場してる会社なんだけど、でその人がサッカー好きだからアマチュアのチーム持ってて、で電話してこういうことやりたいんですけどどうですかと、それは面白い、ぜひやれと、ただし株式 50% 取得してからにしてくれって言われて、岡田さん自身が、そうそう、はい、で僕は株式 51%、まあ、債務超過してる会社がただ同然なんだけど、はい、まあ、負債が2800万円ぐらいそれも抱えて、はいはい、でオーナーになってしまった。でオーナーになったらオーナーって普通お金持ちがやるじゃん俺お金もないのにオーナーやってしまったから、じゃあお金を集める仕事、これ代表取締役社長だよね、はいはい、それも兼務して、はい、そしたら監督なんかとてもじゃないけどできないと、はい、まあ、そういう状況で今治でオーナーを始めることになったわけです。地方でそう、まあ、クラブチームとかそういうビジネスをするにあたっての、まあ、ご苦労といいますか、うん、やっぱり田舎の人って言ったら怒られるんだけど、これも俺が行って最初行った時みんなこうハスに構えてるわけ、うん、でどうせ有名人が来てポッと帰るんだろうと、うんうん、で最初何やってもなかなか認めてもらえなくて、うんうん、でどうしたらいいんだって、うん、である晩みんなでまた飲みながら議論してて、はいはい、おい、よく考えたらお前ら今治来てみんな2年になるけど、はい、今治人の友達いるかって聞いたの、一、はい、人もいなかった。なるほど。要は我々 FC 今治で集まって考え仕事してFC 今治で飯食ってFC 今治に飲んで、それこそスタートアップなんてもう死に物狂いで働くから、はい、深夜まで働くわけよ、はい、
そうか、俺たちが降りていかなきゃいけないんだ、はいはい、でそれまで俺は車にポスター貼って走ったりとか、もういろん、はい、ビラ配ったり、いろんなことしてもダメだった、はい、それでもう残業8時まで、はい、で街に出ろ と、 出ると、で友達を5人作れっつってやったわけよ、そういうような俺たちが降りていくっていう活動をようやくして2年間今認めてもらうようになって、だから去年スタジアムのオープンの時5000人のスタジアムに5200人入って、そこにうちの一人の社員がゴール裏で泣いてるおばさんがいたと、心配になってどうしたんですかって言ったらね、いや3年前岡田さんが来た時にね、みんなね否定的だったと、私もそうだったと、周りもみんなそうだった、ところが3年後に今治でこんな姿が見れるなんて嬉しくってって泣いた、ようやくそうやってこう認めていただけるようになってきて、我々なんかもやっぱ最初ドームがボンと東京から会社行って、最初の頃僕知らないんだけど、やっぱりえ何いきなり東京から来て、で雇用喪失だって言っても結局雇用奪ってるわけですよ、あなるほど、震災のために雇用喪失だって言う時はすごくいい倉庫を作ってるから雇用奪ってるんです、ちょっと時給高いからみたいな、でそんな話もなんかありながら、もう時代は物からことでスポーツですよねって言い始めた時に、僕がまあ、UFC を作ってそんなことをいろんなところで話すじゃないですか、とにかく共感者を増やすために、でもやっぱりしっくりこないわけですよ、僕らがいわき市を元気にしますなんて、でも震災を経験したら僕横浜だし、やってないわけですよ、だからその時に あれとなんか全然刺さらないなと思って、やっぱり物からこと、まあ、ことも今地方はたくさんいろんなものづくりもあるし、でも僕らはただのことを作ってる、だからオールいわきでやんなきゃいけないっていうことと、それからやっぱスポーツの持つ意味、スポーツってっていう話にまあ切り替えたんですよね、だから一言も元気にしますなんてことをやめて、もうみんな前向いてるしみたいな、だからやっぱりその地方ならでは そのそれこそ本当に人間関係を作らないと絶対成り立たない、今デジタルだなんだって言ってても、いくらなんでもそんなところは通用しないっていうのは僕も本当に身に思うので、逆にちょっと聞きたかったんですけど、岡さん今いくつですか？61、もうすぐ2だ。62ですか？まあ1だって言ってる。1か。どうされますか？こうあと 10年ぐらいどうすどんな、いやもうそんなことあんまり、いや最初3年間俺はね走りまくると、はい、で3年後にそれまで俺のクレジット、俺の信用で全てが動いてるわけよ、はいはい、でそこにそれまでに会社の信用を作れと言ってたんだけど、はいはい、全くできてないわけよ、でまだ走ってんだよ、はい、でもこのまま行ったら絶対自分倒れるって分かるわけ、はい、マラソンをこのスピードでは絶対完走できないっていうスピードで走ってるみたいなもんだから、だから65まではもう少し頑張ろうかなと思って、あと3年、それも経営者として監督として、もちろん監督なんてやってる余裕ない、監督興味ないわけじゃないの、なんか、いやもう興味もない、興味ない、経営がこんなに面白いって、マジですか、だって監督やると大体こうやったらこうなるなとかもう見えてくるし、自分の限界もやっぱり分かってんで、はい、自分のサッカーの限界というのもあるなと、でこうやったらこれぐらいいくなと、例えば今のチーム勝たすなんて俺やったら絶対勝たすよ、それぐらい自信はあるよ、しかしそれ以上のものを出せないかもしれない、やっぱりこれから若いやつが、さっき言ったような俺らはもう頭縛られた社会で生きてきてるから、自由な発想でそういうやつにチャンスを与えなきゃいけないと思ってるし、そして経営っていうのを60になってからやって59から、えこんなに自分の知らないことが山ほどあって、俺そういうの大好きなの、なるほど、面白いよ、そうなんか話してたら来た来た来た今ねちょうど工事の撮影中っていう、あ撮影中っていう海岸の下に、うん、ご自由に入れるいやいやお久しぶりです、ご無沙汰しております、こちらこそ、まあでもぶっちゃけあれですよね、だから社長のところが入ったことで今治っていう名前がまあ、どれだけ売れてるかですよね、うん、だ僕らはそういう意味で言ったら、僕も岡田とも話してるんですけど、 J リーグは別に目指す必要ないんじゃないのと、うん、要するに僕らがやるのはやっぱり工業団体だから、うん、で地域に対してのやっぱ貢献だから、うん、そういう意味で J リーグに入るっていうのは手段であって、うん、スポーツから社会を変えていくぐらいの気概を持っていかないとダメだと思う、でもそういう意味で言ったらなんじゃないの、ちょっともう今日からちょっともう仲悪くなるっていうのどう、逆に、うん、どういうこと、いやもうあれだよ、アントニオ猪木とマサ斎藤だよ、
いや分かんないよ、彼の2人もなんかね裏であれで新橋あたりで一杯飲んでさ、今日のあれだったんだよなんつって言ってるかもしれないわけだから、やっぱりそういうねお客さんに対してね、なんかこうね、やっぱり我々先輩じゃないこれ、やっぱりこうねちゃんとしたこういうゼロから立ち上げたクラブが今もうね JFL 先に行って、ほんでお前はちょっとで先輩だしね、ちょっと裏でちょっと岡田この野郎ぐらいちょっと言っちゃったりして、大倉なんか生意気なんだよみたいな感じでちょっと言って、ちょっとそういう感じで煽ってね、それで毎年こうこっち行ったりあっち行ったりして、今度岩木来たからダービーになる、そう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 、まあチャリティーマッチに対してあのせっかく岩木に来ていただくんで何かコメントいただいて、FC 今治の岡田です。この度チャリティーマッチに、我々招待していただいてありがとうございます。東日本大震災から、かなり時間が経ってもそう簡単に復興というのはならないは知っております。私もかなり何回も、ご支援に行きました。そして今愛媛県も水害で、大きな傷を負っております。こういう時にスポーツにはできることが一つあります。それは皆さんを笑顔にすることができます。僕は東日本の時にいくつも避難所を回りました。サインしたり写真撮っても心底の笑顔になられなかった。ところがまだ仮説が立たなかったんでグラウンドへ子どもたちを集めて、そしてボールで遊びで子どもたちが本当にわーっと盛り上がってきたら、パッと見たら全員が外へ出てきて最高の笑顔をされた。先の希望がない時、大人の希望は子どもの笑顔なんですよ。そして我々スポーツにはそれをやれる力があります。そういう意味で少しでもお役に立てたらと思って、参ります。FC 今治応援してください。アディダス対アンダーよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、すいません、わざわざありがとうございました。とんでもないです。